ピーチクパチクのピーチクパチク。はい、どうもピーチクパチクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいってもう年次ないじゃんそれなかったわ。はい、どうですか最近は。最近ね、うん、冬になってきたからね、うん、寒くなってきましたよ。あ、そうだね。加藤ちゃんちってさ、うん、エアコン？エアコンついてて、まあ、ペットがいるんだよね、チンチラっていうね、うん、エアコンは常につけてる状態かな。ちなみに名前は？スナギモですね。スナギモさん、あーいいね。実家にもチンチラいる。あ、そう、自分飼ってるやつのチンチラを見た時に両親がペット嫌いだったけども、それ見て可愛いってなって飼ったんだよね。それお名前は？ツナマヨですね。ツナマヨとスナギモ絶対に食べ物なんだね。いや、すごい、いつか食おうとしてるし絶対これからですね、毎回あのテーマなしのフリートークですね、うん、ちょっとやっていこうかなと思います。トーク力が鍛えられ上げるよあ、ちなみになんですけど、はい、今日僕の誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございます。こんなにね、あの1年経つの早いなって感じしますよね。早いね。ちょうど1年前はですね、まだ会社在籍中だったのと、うん、コロナになりまして、ちょうどそう、ね、誕生日に。そうね、まあ、コロナになったきっかけなんですけど、はい、まあ、唐揚げくんがね1個増量して6個になってた時があって、うん、で加藤くんが買ってきてて、うんうん、僕はジャイアンバリにですねその増量した1個は俺のだって言って爪楊枝ね、加藤ちゃん使ったやつ刺してそのまま行ったらね、そのままコロナになったんだよね。直輸入ね。そう爆弾唐揚げくんだったわけですよ絶対コロナになるの分かってて、具合悪いの分かってるけど、もう絶対なるって分かってたらさ、うん、仕事終わらせないとって思って、ね、去年の今頃はねあの僕めっちゃ仕事してたんですよね、あの夜中までね。いや面白かった、うん、あれは仕方ないからね、うん、次の日からしっかり休ませていただきましたが、やっぱりブルブル震えてきました12月1日は俺がコロナだって発覚した時どう思った？いやもう俺もだなと思うそのまま言ってたからね言ってたね。次元爆弾でしたいやっていう感じでね、1年早いよね。いや早いよ結構。なんか駆け足ほふく前進できた感じがするわ本当に。駆け足は走ってるけど、うん、ほふく前進はこうだから全然急ごうとしてない感じはあるけどなんて言うんだっけそういう時って。普通に駆け足だけ、駆け足だけでいいねほふく前進してたらお前もうちょっとちゃんとやってくれて思うと思う。確かに、うん、一人だけ障害物競争してたわ。そうだね。ということでね、28歳になりました。おめでとう。ありがとうございます。あれいいの？え、プレゼントは概要欄までって。あじゃあ高評価だけ謙虚だね。ピチパチ、なんかハマってることとかないの？ハマってることね、難しいこと聞くね。YouTube 鑑賞ですかね。あ、ちなみにどんな YouTube 見るんですか？最近だとゲーム実況が多いかもしれないね。あ、好きだよね。なんかあれ僕的にはですね、そう、実況を見る人の心境が、ま、見てあんま見ないんで、うん、分かんないんですけど、なんかやってる気になるってこと？いや違うの、これねお得なのよ。すごい、ゲームまず買うにもお金かかるでしょ、でやるにも時間かかるでしょ、うん、でもゲーム実況だと作業しながらそれが見えちゃうわけよ。見るで体験してるっていうことにしてるってこと？ゼルダの伝説とか面白かったよ結構いやー現代人だね。でもね、あれ見たらねやりたくなるわ確かに。え、それでさ、やったらさ全部見たことあるところってことになるの？あ、なるけど、それはそれで面白いからいいんだけど、やり込むとやっぱりそっちに没頭しちゃうから、俺がゲームやるときは多分 YouTube の更新が止まるときだと思います。あ、それはダメだよ絶対許せねえ。でしょでしょ、うん、許せない。そうだから、ゲーム実況で抑えてるっていうのもある。ゲームをやりたい気持ちをね抑えて。じゃあありがとうって言った方がいいの？あ、そう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 黙れ坂本くんは見ないんですか YouTube？ いや YouTube ね、コロネケンチャンネル、あ、出ましたねあの最近ですね、コロネケンチャンネルの渋谷さんがずっとカップラーメンをね紹介してるやつあの香港焼きそばってわかる？いやわかるよ、坂本ちゃんが安売りされた時にたくさん買い込むやつでしょアークスでね香港焼きそば 5パック入りのやつをね
買うんですけど、でなんか意外と知らない人いるんだよねあれ。いや俺もね最近でも知ったのあれ。いや違うだろ、俺2年ぐらい前に俺言ってんだから。あ、俺の最近そこよ、2年って。いや、あ、じゃあ俺が教えた時に。あ、そう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 、知ったってことね。そう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 、美味しいよねあれね。焼きそばなんだけど焼きそばじゃないっていうか、やっぱ青のりの味もすごいいいしさ、うん、あ、本当にあれをずっと食べてたんだよ子供の頃。あ、子供の頃からあんのあれって。あ、子供の頃からあるよ。あ、俺最近できたのかと思ったわあれ。全然全然、昔から食べてた本当に。香港焼きそばで育ったと言っても過言じゃない。あれ香港ってどこだっけ。まあね、中国の近くとか東南アジアですって。ちなみに日本は何アジアか分かる。東南アジアでしょ。東アジア。あ、東アジアですね。地域に疎いんで僕、また学ぶことが増えたわ。そうだね。ピチパチ。あれはドラマとかさ、映画とかさ、そういうの見てないの最近は。ドラマね、最近全然見てないんだよね。ああ。映画はね、見たりはしてるかもしれないね。映画は何見てんの。前に見たことがあるネグザモンスターとか見たわ。何？ネグザモンスターとか見たわ。うん。つなげて言わないでほしいんだよな。え？メグでしょ。え？メグザモンスターで言われ。メグザモンスターじゃない？え？メグザモンスターだよ。え、ジェームメグだよね。もう一応メグザモンスター。ああ、メグザモンスターじゃないんだ。絶対にそう、それそんな同列にいないだろう。いや、だってポケットモンスターとかもポケットって言わないでしょ。いや、そういうんじゃない。調べさせてもらうわ。え、メグザモンスターじゃないのこれ。やっぱそうだ、メグザモンスターでしょ。いや、メグザモンスターなんだけど。そうだよ、2出るとかって言ってて。ああ、ほんとだわ。だって見てこれ、ザ・メグって言ってるよ。ほんとだわ。確かに、いやおかしいなと思ったのさ俺。映画の最後なんかロゴが入るとね、うん、その時にメグしか書かれてなかったからさ。あ、なるほどね、今理解できた。あのサメのやつでしょ。そう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 、ジェイソン・ステイサムさんが出てくるやつね。数じゃないから、海外の俳優の名前聞いたのあんまないか。面白いですよ。意外とね見たりするよ邦楽。なんだっけな、邦楽って言ったら音楽になっちゃうの。しかも洋画ね。洋画洋画、うん、日本でしょ邦画。邦画と洋画の違いは分かるよ分かるよ。ドラえもんは邦画でしょ。分かってるよそれは。いやまあそうだね。逆に坂本ちゃんとかは見てないんですか。最近見てるやつで、あのストレンジャーシングスってやつ。ああ言ってたね、そういえば。ネットフリックスで見てて面白いわあれ。デモゴルゴンが出てくるんですよ。うんうん。ちょっとねこれはね4期まであるんだけど、あのまだ僕は3期始まったばっかりなんで、まだ言わないでほしいですね。いや見てほしい、面白いから。アニメとかは見ないんですか。アニメ見ますよ。普通に人気のやつで言ったら早々のフリーレンも見てるし。ああ最近見ましたよ。薬屋の独り言も見てるし。ああ最近見ましたよ。何見てる。最近で言うと進撃の巨人とかじゃない。あ、まあそうだね、進撃の巨人も全部見た。結構ねアニメは見てると思うな。いいのあったらねコメント欄に教えてください。確かに教えてほしいよね。まあ、今後ねオフトークなんかもまあちょっとねやりつつ、あんま面白くなかったらボツカット集としてね。そうね、世に出るかもしんないね。はい、そういう風にやっていきたいなと思いますので。ということでね、今日もありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ本編の方をねこれから撮影していきたいと思います。確かに本編じゃなかったんだわこれ。気合十分ですか今日は。もう自信満々です。はい、じゃあそれではまた次の動画で。バイバイ。バイバイ。動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ピチクパチクにやってほしいことなどあればコメントなどもお願いいたします。それではまた次の動画で。